本無田部駅は佐賀県唐津市大地町無田部にある九州旅客鉄道唐津線の駅である唐津線と筑飛線は山本駅から南東方向に約4キロメートルほど並走しておりその並走区間の途中にある駅である並走している筑飛線の列車は停車しない現在の駅は2台目で初代の駅は 北九州鉄道の駅として1935年に開業、1937年に国有化され、築費線の駅になったのを経て1941年に廃止された。その後1960年に唐津線の駅として開業し、国鉄分割民営化を経て現在に至っている。駅名に本がつくのは1968年に廃止された。 唐津線岸武市線にあった、無多部駅と区別するためである。単式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅で、駅舎はない。当駅の前後では、唐津線と築飛線それぞれの単線が並走しており、一見すると、伏線のように見える。駅のすぐ横に、国道203号と線路をまたぐ横断歩道橋がある。 横断歩道橋の出口が駅のすぐそばにあり、国道側からのアクセスが可能になっている。2013年度の1日平均乗車人員は35人である。唐津市の中央部で同市大地町の北西部にあたる。駅の横を国道203号が唐津線に並行する形で通っている。ホームから伸びる湖泉橋を下ったところに昭和バスの 三段間バス停があり、唐津市中心部、宅方面へのバスが出ている。ありがとうございます。